レノックス伯爵夫人、マーガレット・ダグラスは、スコットランド王・ジェームズ四世の未亡人、マーガレット・チューダーと、その二番目の夫、第六代、アンガス伯、アーチボルド・ダグラスの娘で、スコットランド王・ジェームズ五世のイフ妹であり、イングランド王・ヘンリー七世の外孫。若い頃、彼女は、叔父のイングランド王・ヘンリーパス世に、大いに気に入られていたが、王の怒りを二度招いた。 はじめは、トマス・ハワード京都王の許可を得ずに婚約した際で、1537年、トマスは、彼女との不釣り合いな結婚のために、ロンドン島で死去した。二度目は1540年、トマス・ハワードの老いで、ヘンリー・パスへの5番目のヒキャサリン・ハワードの兄弟、サー・チャールズ・ハワードとの関係のためだった。1544年7月6日、 彼女は、スコットランドの有力貴族である第四代、レノックス博、マシュー・スチュアートと結婚した。息子のダーンディー・キョヘンリー・スチュアートは、スコットランド女王メアリーと結婚し、ジェームズ六世、一世の父となった。1515 15年、マーガレットは、イングランドのサンバーランドのハーボトル城で生まれた。父アンガス博が、スコットランドで困難に直面していたとき、母マーガレットは、 スコットランドから国境を越えていた。母のジェームズ4世未亡人マーガレット・チューダーは、用王ジェームズ5世の摂政を務めていたが、1514年に、第6代、アンガス博、アーチボルド・ダグラスと、密かに再婚したことで周囲の強い反感を買っており、アンガス博の子を妊娠した、摂政王大号マーガレットは、スコットランド数密院の監視下での生活を危惧して、 母国イングランドに逃亡したためである。和解がなり、1517年に、一家はスコットランドに戻ったが、間もなく両親は政治的に激しく対立するようになり、1528年3月までに離婚した。1528年10月、アンガス博は、スコットランドをジェームズ5世に脅され、マーガレットをツイード川を越えて、イングランドのノラム城へ送り返した。 または、次女のイゾベル・ポパーを伴って、ベリック・城に短期間滞在した後、マーガレットは、彼女の大父、ウルジー・スー・キキの世帯に加わった。1530年に、ウルジーが死去すると、マーガレットは、暴流の王宮に招かれ、メアリー王女の世帯に住んだ。イングランド王位への近さゆえに、マーガレットは、十枚で、生涯の友となる、メアリー王女との密接なつながりの下。 主にイングランドの宮廷で育てられた。1530年、1531年、そして1532年のクリニッチ宮殿でのクリスマス季節には、ヘンリー・パッシーはマーガレットに、総額10マルクもの大金を与えた。アンブーリンの宮廷ができた時、マーガレットは女官に任命された。そこで、アンブーリンの叔父トマス・ハワード教に出会い、彼らの求愛が始まった。 トマスは第二代のオフォーク公、トマス・ハワードと二番目の妻、アグネス・ティルニーの下の息子だった。1535年末までにトマスとマーガレットは恋に落ち、密かに婚約した。1536年5月、ヘンリー・パッセイはオーヒアン・ブーリンを処刑した。1536年7月初めに、マーガレットとアンの叔父トマス・ハワードの婚約を知るとヘンリーは怒り狂った。 ヘンリーは同年6月に娘のメアリーとエリザベスを諸子であると宣言し、マーガレットを有力な王位継承候補者に留め置いていたから、彼女にとって王の許可なく婚約したこと、特に有力貴族の息子かつ不祥事を起こした王妃の近親との結婚は政治的にとんでもないことだった。トマスとマーガレットは共にロンドン島に投獄された。同年7月18日、 死刑剥奪法により、議会は前期の王位継承の妨害、邪魔、障害を試みたとして、トマスの死刑を宣告した。同法はまた国王の許可を得ない、いかなる王族の結婚も禁じた。トマスは刑の執行は免れたが、マーガレットが彼らの関係を絶った後もロンドン島に留め置かれた。彼は1537年10月31日にロンドン島で死去した。 マーガレットもまた、ロンドン島で病に倒れ、ヘンリー・パッセイは彼女を許し、女子修道院長の監督のもと、サイオン修道院へ移した。1537年10月29日、彼女は監禁から解放された。1539年、マーガレットとリッチモンド公爵夫人メアリーは、ヘンリー・パッセイの花嫁アン・オブ・クレイブズを、グリニッジ宮殿で出迎え、彼女に仕え、 彼女を王のもとに連れて行くよう命じられた。これは大変な栄誉だったが、それよりヘンリーはアンにロチスターで会うことを選んだ。1540年、マーガレットは、千年問題のあったトマス・ハワード卿の老いさ、チャールズ・ハワードと関係を持ち、再び王の不況を買った。彼は、トマスのイボニー、エドムンド・ハワード卿の息子で、ヘンリー・パスセイの五番目の王妃・キャサリン・ハワードの兄弟だった。 1543年、マーガレットは、ハンプトンコート宮殿でのヘンリーパッセイの、レディラティマー・アミボージ人キャサリンパーとの最後の結婚の、数人の立ち会い人の一人となった。マーガレットは、王妃キャサリンの助官長の一人となった。キャサリンパーとマーガレットは、共に1520年代に宮廷に来て、以来、窮地の中だった。1544年、マーガレットは、 スコットランド人亡命者で、後の1570年から1571年に、スコットランドの摂政になる第4代レノックス博、マシュース・スチュアートと結婚した。彼らの子供は、1545年にテンプルニューサンで生まれた、ダーンリー教ヘンリー・スチュアートと、1574年にエリザベス・キャベンディッシュと結婚したチャールズ・スチュアートがいた。エリザベスは、 サー・ウィリアム・キャベンディッシュとハードウィックのベスの娘だった。1548年6月、ラフ・ウィングの戦争中、マーガレットの父・アンガス博が、彼女の異母兄弟のジョージ・ダグラスや他の家族が、ダルケース宮殿で捕らえられたことを書き送ってきた。アンガス博は、マーガレットとその夫・レノックス博が、捕虜としてよく扱われるよう手配できると期待していた。レノックス博は、 ギフは他に助力を求めた方が良いと書いて、サマセット校、エドワード・シーモアに手紙を転送した。1549年3月、マーガレットは、レズル・城から父に、彼が夫に会うことを避けていると不満を書き送った。彼女は父に、なんと記念すべきことだ。と彼女の結婚を認めることを通して、名誉の平和を求めるよう頼んだ。イングランド上、メアリー一世の治世中、 マーガレットは、ウェストミンスター宮殿に部屋を持っていた。1553年11月、女王は、大使シモンルナールに、マーガレットが王位を継承するのに最もふさわしいと、語った。マーガレットは1558年12月のメアリー、女王の葬儀の模試を務めた。エリザベス一世の王位継承にあたり、マーガレットは、テンプルニューさんにある自宅が、 ローマカトリック教会の陰謀の中心となっていたヨークシャーに移った。マーガレットは長男ダーン・リー・キョヘンリーとその重視のスコットランド女王メアリーを結婚させることに成功し、こうしてイングランドの多い継承権を一体にした。エリザベス一世はこの結婚を良しとせず、1566年にマーガレットをロンドン島に送ったが、翌1567年に 息子のダンィー卿が殺害されると彼女は釈放された。マーガレットは義理の娘のメアリー女王を避難したが、結局、後に和解させられた。夫のレノックス博は孫のジェイムズ6世の摂政としてスコットランド政府を担ったが、1571年に暗殺された。1574年、マーガレットは次男チャールズとシュルーズベリー博ジョージ・タルボットのママ娘、 エリザベス・キャベンディッシュとの結婚により、再び、エリザベス一世の怒りを招いた。彼女は、伯爵夫人のハードウィックのベスと異なり再び、ロンドン島に送られ、1576年の息子、チャールズの死後、赦免された。マーガレットの外交は、孫のスコットランド王ジェームズ六世の未来の、インランド王位継承に大きく貢献した。ウェストミンスター寺院のマーガレット・ダグラスの墓。 この面は彼女の4人の娘が見える。次男、チャールズの死後、マーガレットは孫娘、アラベラの世話を助けた。しかし、彼女はそれほど息子より長生きせず、1578年3月に死去した。死の数日前、レスター博、ロバート・ダドリーと共に食事をした。これが彼女が毒殺されたという噂につながった。 これを実証する歴史的証拠はない。マーガレットは借金を残して亡くなったが、エリザベス一世の費用負担で、ウェストミンスター寺院で壮大な葬儀が営まれた。彼女は寺院のヘンリー七世礼拝堂の南側通路の息子チャールズと同じ墓に埋葬された。彼女の孫息子が見事な記念碑を建立したと言われているが、実際は、 彼女のユイゴン執行者でかつての使用人、トマス・ファウラーによって1578年10月に依頼されたものである。マーガレットのアラバスター製のオーガた彫刻は、フレンチキャップと青と金のドレスの上に左衿をつけた赤い毛皮のマントを着ている。墓の両側面には、彼女の4人の息子と4人の娘の悲しむ姿がある。エノックス・ジュエル、または、 ダンリー・ジュエルと呼ばれるロケットは、発注の時期や機械については、異論があるものの、10中89、1570年代に、マーガレットのために作られたものである。1842年に、彼女の子孫である、ビクトリア女王によって買い取られた。ロイヤルコレクションで最も重要な初期の宝石の、一つと考えられているそのハート型のロケットは、ホリールード宮殿で展示されている。 マーガレット・ダグラスは彼女の死で知られている。作品の多くは恋人のトマス・ハワード卿に書き送られたものでデボンシャー・エムウェイスに保存されている。親友のメアリー・シェルトンやリッチモンド公爵夫人、メアリーはサリー・ハク・ヘンリー・ハワードやトマス・ワイアット同様に主な寄稿者だった。この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む チザム・ヒュー・エド・レノックスインスイクローピディア・ブリタニカ16ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス P419 この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むチザム・ヒュー・エド・スチュワートインスイクローピディア・ブリタニカ25ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス P911 ありがとうございます